イロハ。お任せください。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任に就いた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。一方奥州の村では、心優しい若者と彼を旦那様と呼び慕ういろはの二人が幸せな日々を過ごしていた。だが世の混迷の影響は二人の住む村にも及ぶ。この機運に邪悪な力を感じたいろはは、幸せな生活を守るためその根源を断つことを決意し、若者の手を握り告げる。必ずお守りします。だから私のわがままに付き合ってくれませんか。二人は旅立つ。人知れず世界を救う旅へ。ガレオン戦場。正義が俺を呼んでいる。さあ行くぜパピー。イロハ VS ガルフォード、いざ尋常に一本目勝負。カタキリ完勝、勝者イロハ。旦那様、もう少しお待ちください。二本目勝負。見ないでください。あなたに恨みはありませんが、旦那様のために。勝負あり。勝者イロハ。見ててくれましたか。あら、旦那様少し顔色が。あちらでお休みしましょう。うずき。あんたもこの先に用事かい。奇遇だね。俺もさ。いろはバーサス徳川義虎、いざ尋常に一本目勝負。全身ぐれはっ。おらー片切れば片切れ全員片切れ。やっ全身ぐれふっ。勝者イロハ。あ、旦那様、もう少しお待ちください。二本目勝負。邪魔しないでください。私がお守りします。勝負あり。
イロハ。見ててくれましたか？大丈夫ですよ、旦那様。かすり傷一つありませんから。洛中三門前。邪魔をするつもりかい？ならその首を刈るだけさ。イロハ VS 首切りバサラ、いざ尋常に一本目勝負。カタチリ、えはい、はっ、はい、カタチリ、カタチリ、おうよ、やっ、せい、えはっ、やっ、はっ、素晴らしい悪夢だ。勝者イロハ。2本目勝負。はっ、やっ、はい、やっ、よっ、せい、やっ、えっ、ふっ、やっ、やっ、行かせないよ。お引き取りください。イロハ。見ててくれましたか？大事な方なら支え合うべきです。たった一人をずっと縛りつけるものじゃないです。あな悲しや、あな苦しや、憎し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 。味方ヶ原。私を呼んだのはお前。イロハ VS 四季、いざ尋常に一本目勝負。はっ、はっ、せい、やっ、えっ、たっ、やっ、はっ、はい、かたちり、つるしぐれ、捕まえられ、こちらです、こちらです、はっ、はっ、捕まえられ、こちらです、こちらです、やっ、やっ、はっ、勝者イロハ。2本目勝負。やっ、えっ、は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 っ、やっ、そっ、やっ、かたぐるま、はっ、つぶしぐれ、かたきり、えっ、つぶし、
られる。つゆしぐれ。絶対見ないでください。あなたに恨みはありませんが、旦那様のために。勝負あり。勝者イロハ。見ててくれましたか。行きましょう旦那様。この方にはこれ以上関わらない方がいいと思います。芝居小屋。ここで出会ったのも何かの縁。わしの舞、とくとその身に刻み込め。いろは VS 千両京四郎。いざ尋常に一本目勝負。2本目勝負。肩切り。えい、全部ゆしぐれ。肩ぐるま。肩切り。あおわさなに。やあ、肩ぐるま。あら、旦那様、少し顔色が。あちらでお休みしましょう。グリーンヘル。バーサスタムタム。いざ尋常に一本目勝負。はい。やっ。肩切り。せいやっ。つゆしぐれ。やっ。つゆしぐれ。肩切り。
勝者イロハ。2本目勝負。旦那様のためにも負けられません。グリーンヘルって聞いたことないですね。どんなところなんでしょうね、旦那様。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。熊野古道。売られた喧嘩は買う主義でね。覚悟してくれよ。イロハ VS ラリー・ダガー、いざ尋常に一本目勝負。カタキリ、やあ、カタグルマ、カタグルマ、カタキリ、崩れだ、こっちだ、やって、ほら崩れだ、こっちだ。勝者イロハ。旦那様、もう少しお待ちください。2本目勝負。旦那様のためにも負けられません。私ももう少し鍛えてあんな感じになれば、もっと旦那様の力になれますね。
日光。うわ、陽滅師さん、私人には迷惑をかけていませんので見逃してくれませんよね。分かってます。では覚悟してください。人を襲わないのであれば戦うつもりなんて聞いてない。イロハ VS マジキナミナ、いざ尋常に一本目勝負。やっ、はい、離れて片振り、はい、片振りだ、片振り、つゆしぐれ、勝者イロハ。あ、旦那様、もう少しお待ちください。二本目勝負。やっ、片手でも、あえい、せい、離れて、片切り、お引き取りください。私がお守りします。完勝、勝者イロハ。見ててくれましたか？旦那様、すぐにここを離れましょう。陽滅師さんも弓も苦手なんです。なくなればいい。静か千年桜。会いたい、あの方、思い出せない、誰か私を。初めて会ったはずなのに胸が苦しい。あなた何かに苦しんでるの？イロハ VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。全員やっ、滝、全員滝、片切り、来るな、片振りだ、えい、片振りだ、やっ、片振りだ、せい、片振りだ、ふっ、片切り、滝、せい、
許せぬ。この世が、そなたが。憎い。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。一面に咲く桜の中にイロハは立っていた。その綺麗な景色に心を奪われる。イロハは頭についた花弁を取り、この光景を忘れぬようにと花びらをぎゅっと握りしめた。村に戻る道中、上機嫌で歩くイロハが振り返ると、若者が空を見上げ立ち止まっていた。その視線の先には雲一つない青空が広がっている。イロハは
空に見とれる若者へ声をかけた。村へと戻り、いくつきかの時が流れた。平穏が戻った村で、若者は畑仕事に精を出す。いろははそんな若者をかいがいしく世話をする。幸せな日常がそこにはあった。二人が守り抜いたかけがえのない日常が。I won't tell.
今度は邪気とか関係なく各地を回ってみたいですね、旦那様。